クスタ東京さんファン感謝祭にお邪魔いたします。さあ今日はですね、ジークスター東京さんプレーオフが終わってシーズンが終わって、なんとですねこちらファン感謝祭にお邪魔いたします。ジークスターさんありがとうございます。ということで今日はですねアトラクションがあったり選手と触れ合えるイベントもあったりですね、そしてまた試合までやったり、え、何オークションまであったり、なんか盛りだくさんのこのジークスター東京さんのファン感謝祭、僕も一緒に皆さんにありがとうの気持ちを込めてですね参加させていただこうと思います。皆様よろしくお願いします。さあということでですね、こうやってイベントを進めていくという、これ新しいっちゃ新しいかもしれないですね。僕も何回かこうチームのファン感謝祭みたいに呼んでもらったことがあったりするんですけど、こうやって選手の方々がこうやってやりながらやるっていうのは親近感もねさらに湧くし、意外とおしゃべりが上手い人みたいな、ちょっと待って僕の仕事取るのやめてくださいよあ、ごめんなさい、取られるほどそんなしゃべりも上手くなかった。じゃあ一体ねどんなファン感謝デーになるのかね、様子見ながらちょっといろいろ参加して楽しみたいと思います。ね、これは僕がやんだけどね。したいですね、普通にね。めちゃめちゃ飛んだけど。いや、あのね、今びっくりした。もう、覇気が出てる、覇気が。めちゃめちゃ覇気が出てる。いや、この辺かなと思ったところに全く行けなかった。やっぱすごいっすよ。めっちゃルフィ出てた。めっちゃ覇気出てたもん。なんか、怖くて枠の中に投げれなかった。めちゃすげえ。形式の時は、全く覇気が出てなくて、こういう感じだったし、内側に止めますよっていう感じはもう全然違う。びっくりした、今。ハンドボーラーの人たち恐ろしいよ。ここはスピードチャレンジでございます。カットどれくらいのね、速度が出るかってちょっと興味ありますからね。受けて、受けたら、はい、女の人は30キロ台ぐらい、はいはいはい、男の人とか40キロ台ぐらいで投げるとまあまあ、なるほどみたいな感じですよ。じゃあ一応ほら松岡修造さんのモノマネしてる僕としてはウィンブルドンベスト8なんで88キロは目指さなきゃダメ。なるほど、はい、絶対絶対行きましょう結構早い、やべえな、なんかやっぱこういう風に並んでると緊張してくるのやだねすいません、お邪魔させていただきます。今日もすいません。どれぐらい出んのかな。あ、36しか出ないんだ。遅いね。2手目から本気になります。やばい。あ、出ねえわ。出ねえわ。測定不可能だ。ちょっと最後だけすいません。うわー、すげえ。難しい速度。うわ、38だわ。なかなか出ないですね。すいません、脱臼です。速さがダメなら、うまさ。これはね、僕は前回始球式やらせてもらった時に、僕が MC をね、させてもらってたハンドボールターゲットでございますから。すごい。まあ、意外と低いの難しいのよ多分。これはもうやらなきゃ。すいません。お邪魔します。じゃあここで、はい。7回。ちょっと待って。大きく大きく大きく。あ、ちょっと待って。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。でもできる。それ僕がいつも言ってる言葉ね。うわ、ずれるちょっと待って、ラストね、ラストね、あ、ここで、よし、もうここでやらなきゃさ、交番です、皆さん、1年かからずにすいません、お疲れ様でございました今のところ私ですね、ジークスター東京さんのファン感謝祭であるにもかかわらずちゃんと結果残せーともう一回投げます。やっぱほら始球式までやらせてもらったのにおかしいだろうとね、悪いですけどもうあんな映像流れちゃったら申し訳ないけどもう二度と始球式どこも呼ばないです。ハンドボール業界もウルトラスポーツとしてねちゃんと箔がつくようにね、どう投げるかだけイメージだけちょっと教えてもらっていいですか。イメージだけ、お
すいません、いけそう。これはね、イメージは超しっかりしてる。でも多分今までの結果見て分かるでしょ。イメージがいいやつ大体失敗する。見てください、もうみんなの血と汗と松ヤニが入ったこの世紀のハンドボールでできるかどうか。いやちょっとほんと怖かった。ブワって出てるからね、覇気が出てるから。すいません、じゃあちょもう一回ちょっとやらなきゃ。ちょっといい、あ、ちょっと待って、緊張、いや、違う、もうそんなことない、よーし、あぶねー、すいません、ありがとうございます、本当に。あぶねー、いや、ちょっとやりましたよ。ちょっと俺、橋本さんに絶対止めてって言ったんですけどね。はい、いや、よかった、いいシュート出た。意外と本番強いでしょ。意外と本番強いの。ただごめんなさい、この後のロケはもうできないと思ってください。今の一投は全てを出し切った一投です。はい、後半一応取り消し。ちょうど昨日あのフェラーリの、サインツが、2024年まで契約延長になったんで僕も同じです。2024年までは契約延長です。はい、そっから先は分からないです。とりあえず2年間は延長です。ありがとうございます。今からですね、紅白戦をやるんですけども、ファンの皆さんからですね、こういうルールでやってくださいっていうのを募集したらしいんですよ。で、なんかこう、得点が決まるたんびに、ルールがどんどん変わっていくというふうにちょっと聞いてるんで、今まで見たことのハンドボールの試合が、皆さんも見れるかもしれません。ちょっと楽しみに見ていきましょう。なんかめちゃくちゃ緊張感があるんですよ。この高ぶらせていく音楽もそうですし、もうダメよ、ヘナチョコシュート見せちゃ僕のヘナチョコの方。コントローラー見せても、これを見せてあげてください。あそこは全てカットですもん。カットです本当に。いやー緊張するね。なんかね、どんな紅白戦なのか。いやもちろんバラエティに富んではいるんでしょうけど、アップしてるとこからはもうみんながめちゃめちゃこうなんか音もすごいし、シュートもすごいし、速いし、楽しみにしてください。3、2、1
後ろ軸人数足りないんで MC をさせてください。松岡修造さんいらっしゃいますか？え、僕？松岡修造さん。ちょっと待てよ、マジで。いや、マジか。普通に素直に松岡修造さんにお待たせしていただきます。気持ちを受け取りました。よろしくお願いします。いや、普通に僕見てただけで僕びっくりしちゃった。松岡修造さんのモノマネするつもりなかったのに。さあ、皆さん、今日は紅白戦です。皆様の赤い魂と白い魂を皆さんぶつけていこう。拍手よろしく。さあ、それではまもなく試合開始です。スローカウントダウン映像に合わせてカウントダウン VTR いきましょう。 GO！先制点が入りましたよ。まずはさあ、点数が入るごとにルールが変わって、ちょっと待ってください。上投げ禁止です。アンダースローのみです。お願いします。うわー、さあ、ここからルールが変わります。ドリブルが禁止です。うわー、すごいね。やっぱりこれだけ禁止事項ができても、ちょっと待って、いつもと違うポジション。大きな拍手の中に包まれて、今度は白チーム。おーっと、カイ選手、何ですか、あそこにいる。すごいぞ、すごいぞ、あそこにいるぞ。いやー、すごい、来た来た、あのガッツポーズが出ましたね。1ゴール10点です。ちょっと顔つき変わったね、選手のみんな。すいません、今12対3になりました。シュートまで全てジャンプしてパスをつなげる。難しいルールをよく選手の皆さんは対応してるよ。続いてラグビーのように後ろにしかパスできない。わー、すごい。あれ、いない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 よ、いないよ。ちょっと待って、これどうやって前に進むの。あ、赤組いいですね、掴んでる。あ、この土井選手のこの動きが結構肝かもしれません。これは決まりました。素晴らしい、素晴らしい頭脳作戦。シュート決めたらモノマネだって。これ決めたくないよ。ちょっとちょっと待って、シュート決めたらモノマネって何。これ僕はもうやってんだけど。皆さん、やりたくないからってボール回し続けないでください。あれ。さあ、マイクが渡りますよ。浅草キッド、ありがとうございます。さあ、続いて得点後に点数を選手が抽選します。何点が出るか分かりません。おー、すごいですね。得点を決めた選手が49。いやいやいや、すごい。ハンドボールの試合で見たことない点数、この点数。現在31点差です。あんま僕ハンドボールの試合で31点差って言ったことないんですけど。あ、来ました。ゴールを決めたら可愛いポーズです。で、開いてますよ、開いてますよ、開いてますよ。センターで可愛いポーズを。カメラに向かって、じゃああちらのカメラに向かって。いやいや、これやって1点ってちょっとデメリットすぎるでしょ。シュートの時に横地康介と叫ぶ。監督、監督一言。来季ちょっと怖いですね、これね。またですか。何回呼び捨てさせるんですか、監督のこと。横地しか言ってない、ダメです、ノーカウントです。次は誰が言うのか。監督、一言言ってあげてください。いや、今のまずいっすね。必死して聞こえる。この野郎、それでこの野郎はダメです。この野郎はちょっと私もちょっと把握してなかったですね、はい、GM 判断で今のこの野郎をつけたら3点ということで、アンダースローだけで試合を成立させてる。さあ、残りは5分となります。残りは5分です。おー、惜しい。ナイス、来ました来ました、大逆転チャンス。得点後に点数を選手が抽選です。今38点差です。さあ、ドイ選手、惜しい。おっと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 、これは長い笛で、これは白チーム。 VAR 出せるんですか、これに。あ、痛そうだ痛そうだ、膝痛そうですよ、大丈夫ですか。厳しいです。さあ、7メートルスローですね。ここで入れば抽選に行きますからね。おー、
白チーム逆転チャンスが来ました。何点を引けることができるか。え？これは厳しい。残りは4分。2点。僕今まで聞いた2点の中で一番面白かったです。めちゃめちゃ面白かった。来ました。ゴール決めたら可愛いポーズです。さあ来ました。ノーゴール、ノーゴール、ノーゴール、20点。66対50点、5点まで来ています。さあ来ました、横地康介シュート。さあ横地康介と叫びながら誰がシュートを打つのか。お、この野郎って言って外すの一番恥ずかしいですね。あ、来ました、大逆転チャンス来ましたよ。得点後に点数を選手が抽選できます。千載一遇のチャンスがゴールポストの上を、あーとミスだ、ミスだ。さあ白チーム、さあ来たぞ。最後の最後のチャンスになるかもしれません。残り30秒、白チームが逆転するための最後の奇跡が、57点。メイクドラマです。さあ土井選手何点を取れるか。さあこれで分からなくなったぞ。何対何だ、今現在何対何だ。 7.5 点差です。さあラスト10秒、1ゴール10点、5 4 3 2 1。じゃー、決めたー。チームホワイト118.5点で、チームピンク114で、チームホワイトの勝利。皆様、両チームの魂のこもった高圧戦に大きな大きな拍手を送ってあげてください。お客さんとして来てたじゃないの今日。ごめんなさい、非常に恥ずかしいですよ。案件レベルでやりました。いや仕事じゃないです今日。全然プライベートで。まずいよ、まずい。これ流したらプライベートで毎月これやってくれんだって思われちゃうよ。全力だよ。めちゃめちゃ面白かった。しかもこれをね、ファンの皆さんから募集してね、ルールを募集してるっていうところに、なんかジークスターさんのこの親近感、これが面白かった。面白かったのでした。皆さん笑顔でいきましょう。 OK です、ありがとうございました。それでは最後、皆さんお荷物持っていただいて、選手たちがグータッチでお見送りさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで、ビッグフェス2022が終了いたしました。本当にコンテンツがてんこ盛りでめちゃくちゃ面白かった。あと僕あんなに喋ると思わなかった。でもそれぐらいなんかね、こう人の心をね、もう楽しくさせたい、楽しくさせたいなっていう思いが詰まったこのファン感謝祭だった気がします。いやー、来シーズンのジークスター東京に皆さんぜひご期待ください。次ちょっと喋る準備もっとしておきます。はい。